皆さんこんにちは。私はピーター鈴木でございます。ピーター鈴木の横丁話と称して、日本の音楽界に関係のある内外の方々との個人的なエピソードをお話ししております。今日はローランドの創設者の架橋育太郎さんの第5回目5話でございます。これは最終、架橋さんに関しては最終回になるんですが、架橋さんについてお話をしたいと思います。架橋さんは非常に、いつも話をしていても前向きな人ですね。これ少し性格をお話ししますと、このぐらい前向きな方というのは私は人生の中であまり見かけない。架橋さんというのはギリシャだし、音楽も非常によくわかる。で、全てに、前向きというかですね、次のことを考えられる人ですね。それからなんとなくこう話していてもビジネスのことへ結びつけることがしやすい人ですね。ですからビジネス感覚が非常に強い方です。それとやはりワンマン経営というか、自分で電気店から始まってローランドという上場をするような、大企業にまで、自分自身の考え方で進めた人で、常にベンチャー企業、ベンチャー精神を忘れない、こういう方だったと思います。加計さんと話している時にある日こういうことを言ったんですね。で、名古屋のある大学のそのベンチャーを志す方々へ講義をしてくれと、こういう話があったので行きました。で、彼はいろんな自分の過去からどうやってきたかと、どういう考え方で失敗を乗り越えようとしたかとか、拡大を、成功し始めるといかに拡大をしていくかとか、そういうようなことを含めて、講義をされたそうです。で、最後にこのベンチャー企業を志す学生さんに、心構えとしてこう言ったんです。こういうんですね。で、これ一つ一つ聞いてみました。まず学生のアドバイス、1、自分で決めた目標は全てに優先する。自分で決めた目標は全てに優先するよと。2、自分で全てを決めて進む。自分で全てを決めて進む。それから3番目、自分の能力は最大の資産である。自分をよく信じろということですね。自分の能力は最大の資産である。で、4番目、良いアドバイザーを見つけるのは非常に難しい。だから自分自身で勉強をよくしろよって、こういう意味なんですね。で、これずっと4項目聞いていて、加賀さん、これはワンマン経営しろっていうことですよねって僕が言ったら、いやいや、これはワンマン経営というよりチャレンジ精神ですと彼は言ってました。ちょっと笑い話の話ですが、学生さん方にはこう言って、固遂したというかですね、頑張れよとこう言いましたと。で、彼にもう一つ尋ねたんですね。で、なぜ電子ピアノ、電子楽器、彼はオルガン、電子オルガンというかオルガン非常に好きな人だったんですけども、もともとはテレビの修理から始まってるんですが、もちろん電気技術は持ってらっしゃるんです。なぜ電子楽器へ入ったんですかと、こう言ったらば、彼はやっぱりそのビジネス賞賛が
賞賛があってのことなんでしょう。まず、大手の楽器メーカーは電子技術というのは基礎技術的に非常にかけ離れてるから、習得するのはなかなか大変だろうと。それから今度は大手の電機メーカーが楽器へ行くためには、これは音楽分野ですか、また全然別な分野なんで、これはまた習得するのは時間がかかるだろうと。まあこの狭間というか、彼曰くニッチマーケット、まあここを狙えば競争に巻き込まれないで、やれるんではないかと。まあこういうビジネス的な賞賛を持って、それで電子楽器のビジネスに入ったんですと。まあこういうふうに言っておられました。まあニッチマーケット。まあこういうことですね。で、この電子楽器の時には彼また曰く、これ技術だけがではダメなんで、普通は技術者というのは技術の、まあ、特許を取ったとか改革をしたとかこういう機能をつけたとか、そういうのを毎日毎日やってるわけですから、そういうふうに潜り込みたがるんですね。で彼はそうではないと、ソフトであったり、まあ、それから使う人、これを電子楽器を道具として今度は使う人、ないし機械として使う人、これはまあ演奏家を含めて、これは彼曰くアートウェアって言ったやつ、ハードウェア、楽器やソフトウェア、それからアートウェアって、この三位一体の中で、こう技術、まあ、楽器というのを開発していかないと独りよがりになるんですよと、まあ、こういう哲学も持った人だったんですね。まあここまでで、音楽を聴きたいと思います。いかがだったでしょうか。素晴らしい音楽だと思います。架橋さんについてさらにお話をしていきたいと思います。架橋さんは、まあ、天才的な技術者であり、ソフトウェアとかアートウェアとか総合的な音楽も含めて、幅広い知識と持っておられた方ですが、一方で技術者のやってはいけない限界というものを彼はずっと哲学として持ってるんですね。今の AI 技術とか生成 AI とか、ご存知の通り人間の感情とか
まあ、そういう面まで入り込みうる技術が今盛んに、発達しようとしてます。で彼は電子楽器に関して楽器に関してはこういうふうなことを言っておられます。これはある一線を越すとまずいんですよという警告も含めて、これはちょっとちゃんと読み上げてみましょう。電子楽器というのは電子だからこそ何でもできるという良さはありますが、それはもろ刃の剣でもあると思います。演奏家の領域まで犯してはいけないという一線があります。どんな楽器も表現の可能性を提供するところで止めるという作る側のセルフコントロールが必要です。楽器だけが進歩して演奏家の技術や感性を追い越すようになってはいけないと思います、と彼は本にも書いてあるんですけども、今読んだ通りです。まあ、彼の言葉ですけども、こういう第一線、演奏家が行う芸術性とかそこの領域まで電子技術というのは生きうるんですけど、言ってはいけないと、あくまで演奏家にとっては道具、内緒パートナーでもいいんですけど、ここを超えてはいけないと、まあ、こういう自制が必要ですよと、まあ、こういうふうに言っておられました。これ2013年から16年とだんだんその頃なんですが、企業も大きくなっていけばいくほど株式も上場していきますから、一般の株主も入ってくるし、いろんな形で、まあ、経営参加されてくるんですね。そうすると掛橋さんとしては創業者ですから、やっぱり自分の会社、全ては自分の会社と、こういうふうについつい思いがちなんですが、株式会社というのはご存じの通り株の比率でもって、まあまあ、決定権が決まってくるんですね。で上場すればするほど、それから外部から株式を入れれば入れるほど自分の持ち株比率っていうのは縮小していきますから、で彼はそこに少し悩みが起こっていくんですね。これはまあワンマン経営の宿命とも言えるんですけども、だんだん若い、自分が採用した若い取締役の連中との意見の齟齬が生まれ出すと。でまあ2013年ぐらいからこういろいろとこうあるんですが、で、まあ彼は会長でもない、取締役も実は降りて、まあ大株主という形で、経営に参加して、まあ彼からすると自分の会社とこう思ってるんですが、取締役会の方からするとちゃんと取締役会で決定しないといけないと、こういう、まあ、ことになるわけですね。で、まあ、ある日、まあ、財団の専務理事の大村さんというのは間に入りながら苦慮したんでしょう。時々電話して状況を教えてくれたんですが、まあ、彼は2013年なんですけども全従業員を集めて、私は今後一切ローランドと関係を断ちますと、取締役会との意見が合わないからと、まあ、こういうことを言ったんですね。で、まあ、その前に彼はどうも取締役会で、取締役会も降りてるんですけど、会長にしろとこう言ったんですね。で掛橋さんの方からすると、まあ、3期赤字だったんですね。でですからこれを立て直し、しないといけないんで、なんとか自分が、まあ、温度を取って、
回復をしていくようにしたいと、こういう親心もあったんでしょう。ところが反発が受けて、これを拒否されたんですね。で、まあそんなこと言うんだったら俺はもう一切ローランドと関係しないと、こう言っちゃったんですね。さあ大変。で、大村さんが SOS、 鈴木さん、やっぱ鈴木さんぐらいしか慰められる人いないから申し訳ないけど、加計さんに電話をしてくれませんかと、まあ、こういうことを言ってきたんですね。 で私は、まあ、そうかと。でまあ、瞬間的にこれは博打だなと、まあ、加計さんが取った一流の、まあ、やり方で、まあ、よくワンマンの方がやる手法でと思いますけども、要するに従業員とか取締役会の会取締役の人たちに葉っぱをかけるために、私はもう関与しませんよと突っぱねて、それで奮起を、まあ、催させるというかですね、まあそういう葉っぱがけ、だろうと、これは大きな愛情による、まあ、ことだろうとこう思ったんですね。それで、まあ、電話をしました。加計さん、すごいことやりましたねと、これだけ、まあ、従業員から取締役に対してまで、まあ、葉っぱがけはされたっていうのは素晴らしいことじゃないですかと、これをみんな奮起して頑張ればいいわけですと言ったら、加計さんいわく、鈴木さん、これ私は本気なんだと、本気で言ったんだと、で今度株式も全部売っちゃうんだと、加計さん、世界は加計さんとローランド、ローランドと加計さん、もう一体なんですよと言ったんですが、加計さんは、まあ、ここでもさすがのワンマンですね、もう一回決めたらもうこれでいくというんで、いや私は本気だと、こういうことになって、まあ、ローランドの、まあ、経営陣とは決別する形になるんですね。で、まあ、ここまでは加計さんの、まあ、普通だったらこれは大変だなとこうなるんですけども、ここからがベンチャー企業で嫌というほど、まあ、やってきた加計さんらしい。でどうしたかっていうと、加計さんは別会社を作っちゃったんですね。ローランドではない別会社を作っちゃったんですね。しかも彼の、まあ、個人的な夢、映像と音楽の会社を作っちゃったんですね。映像と音楽、ATV って言うんですけども、オーディオとそれが一番後ろの、まあ、ビジョンっていうやつね、映像だからオーディオとビジョン、まあ、中は、実はティーチングって言うんですね、まあ、教えるという意味でエデュケーションではないんで、エデュケーションではなくて、まあ、彼はティーチングだから ATV という会社を作ったんですね。でこれ、まあ、世界のディストリビューターは加計さんが育成したものですから、まあ、ディストリビューターの人たちは加計さんに応援すると、まあ、こういう形になって、私もすぐ浜松の加計さんの自宅まで行きました。で大きなスクリーンがあって、それから世界中と彼は会話をしながら会社をもう作っていくんですね。でもう製品も作り出しちゃって、でまあさすがに社長は別の人にして、まあ、彼は創業者会長ということになったんですね。で、このまあ ATV という会社が、まあ、製品も作って売り出していくんですが、もうこれはね、最後まで、これチャレンジ精神というかベンチャー精神というのは
残っている人ですね。でずっと過去を見てみますと、坂田商会っていうところで軌道に乗った時に彼はポーンって辞めて、それでローランドっていう会社を作ったんですね。ですから同じことを、まあ、何十年か後に彼はやったと。で実はこれ軌道に乗りかかった4年目に、残念ながら彼は、心筋梗塞で亡くなるんですね。まあ、2017年だったんですけど、亡くなられて、それで、まあ、葬儀は行われました。これは、まあ、私のカメラで、撮った浜松の駅前のホテルでした。まあ、葬儀場、まあ、こういう形で葬儀が行われて、楽器業界の偉大な天才が、まあ、これで亡くなるんですが、ハリウッドに実はこういう手形、ハリウッドジャズのアーティストたちの手形ですね、こういうこととか、もうすでにこれはご覧入れてますが、ナムのミュージアムに、彼のブースというかですね、これが残っていたり、これは記念に実は私はこれ今やってる、この時計ですね。これは加計さんがこれくださったものなんですけど、まあ閉じ記号っていうか灯音記号で、裏に、グラミーアワードレシピアンって以降架け橋さんってこう書いてある時計ですね。これは親しい人たちに、差し上げたんでしょう。私もまあいただいて、これは記念に、撮ってあるんですけども、まあ、彼曰くオスカー・ピーターさんからなんか時計を昔もらったのはとっても素晴らしくて、ずっと彼はそれを頭に抱いていたんで、グラミー賞をもらったのが、皆さんに関係者、まあ、何人か知りませんけど、時計をお送りしようと、まあ、言うんで、カール・ブッヒェルという有名な、スイスのメーカーですけど、それを、まあ、自分なりに作って、それで送ったんですね。まあそんなことがあって、まあ、楽器業界の偉大な、まあ、天才、これは電子楽器の天才って言ったらいいでしょうかね、架橋育太郎さんが亡くなりました。これで私個人としては川上健一さん、それから河合茂さん、それから架橋育太郎さん、それのお別れの会、全部に、行くという、まあ、ことになるんですね。まあ、業界長くいるとこういうことが多いんですけども、まあ、架橋さんのお話エピソードはこれで終わりにしたいと思いますが、まあ、彼が目指した例えば MIDI という特許、これは解放されてますから、音楽界にいかに貢献したかということが永遠と分かると思います。どうもありがとうございました。